来て、実際こういう重たい装備で本当に浮くのかどうかっていうのをチェックするのはおすすめですね。まあ、僕も今日はちょっと明日のレースで気分なくなるんで、これで勘弁してこういう装備で本当に浮くのかなっていうのを一度試してみるのをおすすめだと思います。ちなみに昨年は本当にシドニー・ホバートでレースに出る格好でみんな入ってやりました。実際ライフジャケットを浮くかどうか試された経験ある人いますか？ね、ライフラフトはもっといないですよね。だからそういう意味ではすごい貴重な体験だと思うので。やむを得ずね。いや、一回はね、ウイスに向かって、じゃあ、準備できた方から、入って、自動じゃない方は、自分で開くし、自動の方は試してもらって、で、大丈夫サインを出してもらったら、2人1組バディになって、肘と肘をこうかけてください。おで、2人目の方が入ったら肘と肘合わせてバディを組んでください。おー、うつ伏せになるようにやってみてください。で、力抜くと上向いちゃうんですよ。気をつけば中身の空気が抜けると死んだ。本当に空気が抜けると沈み出す。しばらくは。じゃあバディ作ってください。2人1組、肘を引っ掛けて、肘と肘。落水した時はできるだけ孤独にならないように。しょっからいじゃあそこから今度は4人1組になりましょう。と結合してください。どっち向きでもいいんですよね。できれば同じ向きの方がいいですね。同じ向きがいい、はい、丸くなったら。こちらも向きでございます、はい、同じ向きになって、でそれができたら今度は輪になってみてください。前向きで。だから荒れた海の状況で一番体力を温存しながら、で精神的にも安心して落ち着けるスタイルっていうのがこれらしいんですね。それでそれプラスそれで長時間ラフトもなく誰かに発見されてくれるまで長時間いなきゃならない場合は、入れてください。でこういう形で長時間いなきゃならない場合は、誰か一人寒くなって震え出したりした場合は、その体力を衰えた人間を中に入れる。それで4人で輪を作る。そうするとこれ体験、どうですか？あったかい。あったかいんですよ本当に。昨年の10月は本当に水が冷たくて、でその時もやってみたんですけど、驚くほど本当にこう中に入るとあったかいんですね。でこのあったまったら、じゃあ今度交代。はい、誰か入ってみてください。すごく違います。あれ本当ですね、だから高いですね。あったかいですね。あったかい人間が揃ってるのかもしれない。うまいな。で次に移動したい場合、例えばライフラフトに全員で一緒に移動したい場合は、足を絡める。で次に足を絡めてる。足を胴体。これで体力を作る。足を胴体に絡める。はいはい、OK。それで全員で手で頭の方に。だからできるだけバラバラにならないっていうことを心がけると。
で、先ほど言ってましたこのライフジャケットの違いだ、私がもし頭を打って落水した場合、うつ伏せて入った場合、そのまま浮いちゃいます。あ、死んじゃうの。戻んないですよね。インフレタブルの方やってみてもらえますか。うつ伏せできないでしょ。できないですよね、逆にできない。できないってことは多分 この状態になるってことなんですね。だから戻りますよね。あ、浮いてくる。でそういう意味でもインフレータブルの方が安全性というか落水した場合に安全性が高いっていうふうに。後ろ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 最近また日を沈めてるから会社がずっとったけど、あれ、桜前だと思ったけど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 、自分が思いだろ、中に何が入るから。あ、そうなんだ。それとあと今これに付随してですけど、必ずライフラフトってどっかにラッシングして縛ってあると思うんですけども、そこに僕らなんかはそれ専用にそれをカットするため専用のナイフっていうのを用意しておいて、でそのラッシングも何箇所も切らなくていいように。何人いるか、8人だったっけ。これは何人か分かる。これ大きいよね。これ6人よ、6人よ、これ6人と8人か別だよね。おぉ、髪の毛もうあるのかに、確かに強い。あそこから乗り込めれる場所は別の方がいいですから、ね、ヨットから直接行ってくれるし、やっぱり下を置いてから、ヨットから。これ、今は2つ持ってたけど、今、1つ持ってたけど、両方にある。ちょっと待って。これ水だなに入っちゃうと、この状態で。パールの部品だけど、検査するの10万円で、どうなんだろうね、10万円だよ。それで今ひっくり返すと分かるんですけど、必ずなるだけその長ドリフティングしないように、何ですか、ドローグというか、抵抗体がぶら下がってますよね。この状態でやりましょう。中入ってなんで
それがドローブで水が入ってひっくり返りにくくなってレースが流れちゃう。大丈夫、通ってるから。通ってるから。通ってるから。それまた戻す練習。繰り返しになる。だからまあ質もひっくり返ってるわけじゃないけど、最悪の事態はこういうこともあるよというんで。じゃあ、それでいきますか。やるんだ。おお。あの、上についてるロープですね。これがラダあの映像の最後の方で講師が言ってたのは、まあ、わざわざ落ちてから入るしかないんで、例えばこの船でもう乗り移んなきゃならないって言ったら、もうここをねこうやって接岸させて誰か2人で持っててどんどん乗り移ればいい。それはあの当たり前にすることですね。あ、どんどん行っちゃうな。さっきのあれもありましたけど、裏返しから戻した後に少し時間ドローブの中に水が入るように原さん、ここついてるやつ何？原さん、そこに横についてるやつ何？オレンジ色のやつ。ボンベ？あ、ボンベです。あ、ボンベ。開けちゃっていいの？開けてそこに並べ、ちょっと並べていただいて見える。あとは切断用ない。それちょっとあの、それはね、防炎策起きるの？そうです。それちょっと見せてもらった方が頭が丸くなってるんですよ。尖ってないように。ああ、ベーリー、あれしてるのね。あとさ、あれがおもしろい。最初のタコが次の人を引っ張り上げてあげてくださいだから順番としては一番体力強い人が最初に乗るのがいいかもしれないですね。一番というかある程度足かかってます。ダダに余裕だね。ちょっとだけね、肩が。
で、先ほどの話で先ほどの話のように必ずグラブバッグを忘れずに、でグラブバッグの中には酔い止めも入ってるし、非常用の水とか食料とか、あと自分らの位置を示あの教えるためのいろんな C マーカーであるとかいろいろ入ってますので、必ずグラブバッグは忘れない。で乗り込んだらまずやることはとにかく酔い止めを飲みなさいっていうのはかなりしつこく言われました、その先生に。でできれば済ますと、小さい子、まあそんな時間があればの話ですけどね。だからあの必ずこれを乗り移んなきゃなんないっていうのは繰り返しになりますけど、これを放棄しなきゃなんない状況というわけだから、それがどのぐらいの時間 の余裕があるのかっていうのを判断していろんなことを進めていくということですね。これを入れるとか、それ開けてみて、どんな電光入れる？で、濁り込む？濁り込むと大丈夫。ちょっとはずです。どうだ？分かる？そうですね。水が入ってないから。ついてるのかね？水がないって今だ。ついてるのは？こっちのランジャケの感じ。うん。まだまだか。パッケージのパッケージ何支援かなんかしてあるの、どれって書いてあるそんな余裕は余裕ないですよね。あ、沈んでった沈んでった、浮いとったもんね、さっきこれ入ってた部品ですか。そうです、これが入ってた部品、フレアになります。ご飯もつかない、ご飯バスクリーなんだ、何しよう、これついた、ついた、ただいまからボトルくらい、この今のこっちの大事なやつは誰だろう、持ってた方がいいよね、別にいや、あんなもんじゃ分からんぞ。とりあえず今晩はお願いします、これで。バーベキューこっち運ばなきゃいけない。十字架いいよ。あの、バーコードの注文を取りますよ。赤組入ってますよ、スポンジもありますよ、赤組と水、スポンジですね、これね、この柵にホースがついてる、中にホース、そればっかりじゃなくて、普通のみんなが乗れるとか限らないから、掴まるみたいなのを掴まるみたいなのを掴まるみたいなのどっかに行けるわけじゃなくて、どうもあの大きな船がね、沈むときに沈む力で引き込まれないように船から離れろって言うんですね。そのためにみんなが乗ったらこれで船から離れなさい、そういう指示みたいです。実際最後全員乗り移れたらそれを切るのはすごい大事ですからね。これ外側にやっぱない、船が沈むこと前提であれば、はい、
でその切るときにね、あのさっきの説明書にはなるべく長く切れって書いて、要は船側で切れっていうのは、複数の船がいたらそれをくっつけてみんなで元気つけれるように集合しろって結んでね、結べってわけ、まあ、そんなことにならないように行きたいけど、なったときに考えれるかどうか。でもやっぱ頭の隅にそういうのちょっと入れとけば、うん、あそういえばっていうのが出てくればね、ここに何があることだけでも知ってればね、慌てなくても済む。ただも機種によって違いますから、うん、そうそう、あのコンテナのやつね、コンテナの蓋にくっつけてるあるやつから、それはここじゃなくてあのバッグに入ってるやつもありますんで、あれも大事だね、あれいいよね。このままあの一晩過ごすようですから終わりましょうか。いやいやいや、もう終わりましょう。じゃあそろそろ。いや、それロッキーってことですね。行って、無駄で宴会ならば食べてます。来年は、まあ、絵の島まで行きたい。でも1年間に2回ラウンド乗れるか珍しいですね。中丸さん、なんか質問かなんかないですか？水が入ってるから重いよ、下に。おそらくこう中にチューブかなんかがあるんだろうな。確か手も入れるんだやっぱり概要出る人はどうしてもらって、もしよろしければ何か質問とかあれば答えられる範囲で。ラフトから出てきたらどこから入れるんですか？ラフトですか？はい、中にね、これ、はい、見えるかな、重機ってのがあるから、ちょっと回してくれよ、どっちへ回すか、左回り、右でもあんまり知らない。はい、ゴムボートと同じようにあります。これに入っている、セロガンありますか？これで入れます。逃げ力で入ってるから、違う、あれかと思った、船の備品箱になかったから、リラックスしたのか、リラックスしたのか、リラックスしたのか、何か他にありますか？まんま、まんまって言って必要になっちゃったけど、ボンベです。二酸化炭素のボンベ、これを膨らます中のガスです。これ波がある時は動いたら何なんじゃないかと思います。食料は、食料と水はラフトの中に自動的に入るではなくて、やっぱり持って出ないとダメなんです。
ですね、これは宴会仕様の日本のラフトには水も食料も入っていません、はい、近海市以上から入ります、はい、ただし、量は少ないんで、はい、だから僕たちはグラブバッグに入れてます。グラブバッグ追加しても、はい、もうセットで用意しとかんとダメっていうことですね。そうですね、はい、でもただグラブバッグ持ってなくても近海以上ならバッグに中に入ってます、はい、多少はあとイパーブはイパーブとかそういう発信機は船につけてるんで、はい、普通の人は船から外して持ち込んでください、はい、ラフトの中にはないんですね。特注で入れてもらえれば。ああそうですね、はい、あれはブラウンバッグにいつも入れてて、はい、必ず持ち込むものということで、はい、だから船のやつも持ち込む、グラブバッグも持ち込む。